日本ハム、金村翔馬投手、24、が7勝目をかけ、6日のオリックス戦、エスコン、で先発する。中6日でのフル回転の疲労を考慮し、リフレッシュを経て中9日でマウンドへ。7勝の西武、竹内らと新人王を争っている2年目右腕は、今、本当にいい順位にいる。チームの勝利を一番に願って投げたい。 その思いで戦うことで結果的に新人王も見えてくると必勝を誓った。心身ともに万全の状態で戻ってきた。5月から10登板連続でクオリティスタート、6回以上自責3位以下を記録するなど持ち前の安定感でチームを支えてきたが、直近3試合は6回4失点、5回3失点、5回3分の1で後番と本来の力を発揮できず。前回登板以降、 ケアとホームの見直しに徹底的に時間を費やし休息が出なかったり目に見えて疲れも出ていた。自分の投球を考え直すいい時間になった。4日はスッキリとした表情で最終調整を行った。1年目の作季は開幕ローテ入りするも右肩痛で途中離脱。シーズンをフルで戦った経験はまだなく、何をしたら正解か、どうすれば悪いものが治るかがわからなかった。 エスコンでの残留練習では伊藤、北山ら先輩投手陣に連日積極的に助言を求め、僕は人に聞いて良くなることが多い。いろいろな話ができて、徐々に良い,い方向に進んでいると復調の兆しをつかんだ。オリックスとの対決は8回途中3失点で勝敗がつかなかった7月30日以来。いい打者がたくさんいてすごくやりづらい相手。慎重かつ大胆にいければ。 チームは全カードで首位ソフトバンクに連勝。ここからが一番大切と力強く自らを奮い立たせた。